えー、チャット GPT に罪の対義語を尋ねると、罰や、えー、無罪との回答。しかし私、本当の人間にとっては、信仰が的を得ていると捉えています。マッサ先生はいかに思われますかと。えっと、マッサ先生はというか、罪というか罪悪感ですよね。罪悪感の対義語は何かということを考えてみると、うん、罪悪感の 対義語は多分その精神分析的にはその罪悪感って欲うつポジションのもんだから逆のシゾイドポジションのもんですよねだから、えー、罪の反対は怒りなんですよね怒りとか発散喜びとかになるのかなと思いますね帰りというか発散ですね罪はの反対っていうのは怒りですねうん怒りとかそういうもの 進行はどっちなのかな進行はどちらかというと抑うつポジションっぽい感じするしますね。はい。<laughs> なんか、マニアックなこう,こう答えでした。えー、っと、君安さん、えー、コーヒー大です。ありがとうございます。